ツイッタートレンド大賞は日本のツイッター内のデータを分析してトップ20のワードその年に最も話題となった上位20個を選出し検証する賞であるみんなのツイートがトレンドになるをキーワードに毎年年末頃にツイッター上の生配信番組で発表され対象が決定されるまた生配信番組の後日にはウェブ上の特設サイト ツイッタートレンド大賞にて発表されたトレンドワードが公開される。ツイッタートレンド大賞はツイッタートレンド大賞運営委員会が主催を務める。表彰される部門にはツイッタートレンド大賞に加えてトレンドにまつわる作品や出来事を独自のテーマで表彰する部門賞があるが第1回目のツイッタートレンド大賞二千十七ではこれら二つの部門は設けていない。 トレンドオブザイヤー、デイオブザイヤー部門、コンテンツオブザイヤー部門お笑い芸人や、タレント、人気クリエイターらなど、豪華ゲストも出演し、その年の流行や経済情勢が繰り返し得りながら、アワード形式でトレンドワードが発表される。番組の司会は、第1回目から現在まで、ロンドンブーツ1号2号の田村敦氏が務めている。ありがとうございます。